幼少期すごくネガティブな子供時代を送ったので光のありがたみが分かって今こうやって元気をこう伝える側に回らせていただいてるんで、今むっちゃ苦労してる子もとりあえず頑張って生きてたら必ずいいことあります。挫折だらけです。でも挫折も挫折と感じるか感じないかで、自分の理想が高くて生きる希望、人生の期待値が高いから挫折って感じるので、人一倍やる気がある人間なんだと思ってます。だから挫折も感じやすい。ほどほどでいいと思う方は挫折を感じないと思うんですね。だからやる気があるんですね。私、失敗という言葉は愛するものを失った時で、傲慢になった時だと自分があっと思ううちは成長の余白なので、学びと発見を探します。この中で何が学びだったんだろうっていう発見を見つけたら、それは失敗じゃないと思ってるので、そういうふうに捉えて、はい、変換してます。好きな人に告白したのに振られてしまった時ってどうやって変換しますか？はい、次の恋愛の扉が開きました。おめでとうございます。その方じゃなきゃってその時思ってたからショックかもしれないけれども、早くノーと言ってくれたおかげで気持ち切り替えることができたら、次の恋愛の扉が開いてますから、早く分かる方がいいからね。はい、おめでとうございます。はい、その時はショッキングピンクかもしれないけれども、期待してただけにね。はい、でもその時間が空いたわけです。今日はその方と会う運命じゃなかった、次の方がもっと可愛くもっと楽しい時間が作れた。私はラッキーなはずだから、起こる出来事を信頼する。その時間を自分磨きとか、次その彼と会った時にもっと素敵でいられることに使うことができますから、すぐ楽しいことに使いましょう。もう一度名前を言って自分を印象付けることができるチャンスですから。あ、間違えてごめんなさいって言ったら、向こうもう絶対忘れへんやんか。うろ覚えよりいいんちゃう。二つあって、和顔愛語、和言愛語ともいうんですけど、平和の和に顔に愛する語学の語ですね。愛ある笑顔と愛ある言葉を使っていると、それは平和になこう世界を作っていけるんだということですね。で、これは実践で気をつけていて、大事にしている言葉はこの泥にこそ咲け蓮の花という仏語なんですけれども、蓮の花ってすごく冷たい真っ暗な泥の中で、光だけを信じて、光の方向を見えないのに信じて上がってきて、不動明さんとか仏様が座る汚れない強くて綺麗な花を咲かせるので、蓮の花が好きで、今苦労してる人も出口見えへんくて辛いやろうけど、これが光や正義や幸せやっていう方を信じて伸びてきたら、大輪の花咲かせられるよっていう、すごく勇気のある言葉です。大事な場面で緊張して伝えたいことがあんまりうまく伝わらないっていう対処法みたいなのがありますか？はい、認められたいから完璧にしなきゃっていうことが、自分への期待値の高さが緊張を生むので、この子うまいかうまくないかじゃなく、一生懸命伝えようとしてくれてるんだっていうことは信頼になります。私伝えるの上司の前ですぐ緊張しちゃうんですけど、一生懸命伝えますねとか言ってから伝えると愛嬌もあって、先に言うんです、先に弱みは言っちゃう。キャラクターとしても認められるし、一生懸命に勝るものはないので、はい、完璧にいきなりできる人いないので、完璧は求めず、認められようとも思わず、できるだけ一生懸命素直に伝えてください。